こんにちは、ゆうです。パズドラ2024年一発目のパズドラのお時間です。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。はい、今日ね、無課金サバカシマイマル、はい、通常運転でやってまいりたいと思います。はい、めっちゃ寝ました、僕。めっちゃ寝ました。もう2023年の疲れがね、もうめちゃくちゃね残っててね、はい、寝倒しました。はい、それではね、今回ね、はい、来ましたね、もうお正月ですよ。この魔法石の数見てください。はい、先にお見せしましょう。はい、ユーザー情報、購入歴、無料配布116個ですね。はい、これでね、もう今引くと思えば、今引くといえばですね、はい、もう屋長と、最悪ね、僕、修羅はもうこのアカウント、ちょっと若干諦めに入ってるとこも、ちょっと、ね、正直言うとあるんですよ。はい。でも、屋長は取りたいんで、鬼滅の刃コラボガチャ、はい、引いていきたいと思います。ああ、そうそうそう、ね、僕、なんかね、その、おめでとうございますって来て、4月か結構ちょっとやってて、ずっとね、そのシーズンからごとに下がっていくんですけど、下がっていくごとに別にでもその魔法石もらえるんで、もしよかったら皆さんね、スタミナとか余ってらっしゃるときに、ちょっと4月ちょくちょくコツコツやってらっしゃったら、なんか、僕もね、月始めとかに結構石もらえるんで、はい。結構おすすめですね、これ無課金の方にとっては。はい。それで、2024年お正月ガチャとクリア報酬の3連はね、ぜひぜひ17時に上がってるショート動画をご覧いただけると嬉しいです。それではね、引いていきましょうか。狙いはね、赤座全開出たじゃないですか、前回の動画で。はい。もうちょっとほんまにガチャ動画ばっかり申し訳ないんですけど、はい。赤座、もちろんね、ちょっと待って。危ない、今お正月ガチャ押してたよ。赤座、三井さん、あとは、ド派手に行くぜの天元様と、無一郎くんですね。無一郎くん、時と無一郎くん、三一郎にしたいですね、僕は。基本っていうか、狙いは。はい。で、全部突っ込んでいきたいと思います。それでは、全収集、よろしくお願いします。そう、僕ね、ここ、一発目は、はい、2023年一発目、品津川玄也さんですね。はい。そう、僕、早速ね、その日々の運動不足と多分疲労が重なったんかな。ちょっとね、自転車こいでたんですよ。ちょっと待って、話させてくれへんやん。これ、110行こう、まずとりあえず。炎の呼吸。いやー、嬉しいね。これ、炭治郎ワンチャンあったら、じゃあ、屋上クリアできるんちゃう？ちょっと待って、ボックス整理してくるの焦ったら、ちょっと整理してきます。はい、多分これで開いたかな。はい、それではね、もう気を取り直して、はい、そう、自転車乗ってきたらね、乗ってたら、こいでたら、もう無事にね、僕も日頃の運動不足、ちょっといつになったらこれ話せるんやろ。ちょっと待って、今ちょっと全集中。よっしゃー、来たー、2体目来たー。いやー、これちょっとあれちゃう、屋長ちょっとワンチャン硬くなったんちゃう。じゃあ、いえ、あとはね、時藤くんを三一郎にするだけですから。はい、まだ無一郎ですけどね。はい、時藤三一郎、そうんでね、無事に太ももやりました、僕。はい、太もも、若干肉離れ気味です、僕。チャリこいだだけでね。はい、あとね、そう、ほんまにちょっと音柱の天元様欲しいなー。ちょっとそっか、止まらん。持ってる。虎徹くんは持ってるね。はい。なんなら武器も作ったし、より市ゼロ式も作ったし、はい。いやー、ちょっと渋ない。この方の声優さんね、ゆしろうさん、ヒロアカの緑谷伊豆くんと同じ方なんで、はい、ぜひファンの方は覚悟してみてはどうでしょうか。誰？はい。それでは、はい。続いて参りましょう。いや、ほんまにね、ちょっと屋上行くには当たったよね。そこのガチャ動画もね、ちょっと収めたいと思って。結構ひどいな。赤座出たっきり、音沙汰なしやな。ほんま大丈夫か、これ。あと9回。何回引けたんやろ ?115 個で何回引けたんやろ、何回引いた今。いや、ちょっとやばい。ちょっとこれはやばい。怪しい。あ、でもこれね、時とく、三一郎に必要なんで。あと8回で3以上出せるから、まだクエスト残ってるんですよ、僕。はい。いや、ちょっとマジでやばいな。駆逐してやるなの、ね、エレン・イェーガーの声優さん、梶裕貴さんですね、この方。はい。お前の力を
はい、ちょっと似てるでしょ、はい、いや声質だけですけどね、演技全く別物なんですけどね。あ、ああ、すり抜けた、よし。いやちょっとほんま無一郎、いやちょっとやばない、ちょっとやばない、ちょほんまにやばいねんけど、話にならんぐらい。ちょっと2023年ね、最後いい感じで終われたから、2024年もさ、やっぱりさ気持ちよく始まりたいわけよ。いやちょっと待って、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 こんな予定じゃない、こんな予定じゃない、こんなスケジューリング組んでへんって。であと5回ね、はい、よし、こんなスケジュール予定じゃないねん、こんなスケジュール通しです、よっしゃ。まず一郎行こう、まず一郎行こう、トキと一郎くん行きましょう、行きましょう、行きましょう。ねずこちゃん、いやねずこ持ってなくない、ありがてー、ありがてー。これさらに炭治郎いけるくない、これね。このアカウントでほんま鬼滅の刃コラボ初めてなんで、もう全突破してもいいぐらいなんですよ。まあ全突破するんですけどね、いつもいつも僕常にガチャ全突破、オッケー、帳尻合わせきたり、ガチャの確率の帳尻合わせきたり、ちゃんと合わせてくるね。ここで一郎行こう、ちょっと、まあ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 、2体目はね、まあまあ武器あるんで、武器あるんで、で菅野寺さんのね、はい、武器あるんで、はい、武器あるんで、武器あるんで、あなたの心に問いかけています。はい、それだ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 、ここからド派手に行くぜさん。いやーちょっと待って、ちょっとやばいやばい、ちょっと結構やばいな引き、まあ、赤座出た時点でちょっとね、ちょっともう持ってかれた感あったんですけど、え、100個なくなるこれで。あ、一郎行こう、まず時と一郎行こう、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 ダキーダキー、あ、でも分岐するからね、で武器も作れるし、行ったり来たりできるんで、まあ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 、前向きに捉えるとありでしょう。はい、これだ、これはね、あの2024年最初での動画で最後のガチャです。全然別にあの始まったばかりやからまだガチャ引くんですけどね。はいはい、全集中それだ、結果見ていきましょう。はい、こんな感じですね。あ、煉獄さんと、え、煉獄さん赤座の順で出てた、え、なんかそのエモいですね、なんか今時の言葉なんかわかんないですけど、はい、エモ、ねずこちゃん、あー、これはいいっすね、いいっすね、いいですね、いいんですかねちょっと待って、無一郎くん欲しかった。クエストね、まだほんまに1個もクリアしてないんで、僕ほんまにちょっと今日いただいたあの石分だけなんで、はい、ちょっとね、はい、まあまあ、でも赤座いったら最悪、赤座ね2体前回と引き合わせて、引き合わせて、あの引き続けて引けたので、はい、これは若干ありよりのありかな。まあ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 、奥長に向けては全然赤ちゃんって言ってて思った、赤座2体はありなんで、まあ前向きに捉えると、まあいい意味でね、2024年スタートできたかなと思います。はい、それでね、今回のあの2024年一発の動画、今回でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ね、ぜひあの皆さん、2024年魔法石100個何に使ったよとか、はい、あのお時間ございましたら、はい、お時間というかコメントをくださいお気軽にコメントくださると嬉しいです。はい、それでは、今回のお相手は私ゆうでした。あ、ぜひ概要欄の X のフォローもよろしくお願いします。それじゃあね、バイバイ。